<laughs> いやいや、すごいカッコで、作画がいいから、なおさらありがてえ。 はい、皆さん、こんにちは。動画部突です。ここからさせていただき、ありがとうございます。本日は、魔法家高校の優等生、こちら見ていきたいと思います。よろしくお願いします、えー。過去にね、魔法家高校の劣等生のリアクションを上げさせていただいてるんですけども、まあ、今回、みゆきさんか主人公のこの優等生バージョンが始まるということで、まあ、こちらもね、チェックしなきゃいけない作品だなと思い、今回リアクションさせていただいております。まあ、当然今回、みゆきさんが主役ってことになってくると、まあ、今見てる絵にもあるんですけども、まあ、しずくちゃんだったり、ほのかちゃんだったり、 ここら辺の活躍っていうのが、まあ、劣等生よりさらにね色濃くなるのかなと。 で、女の子が主役っていう風になってくると、ちょっとね、ゆりんゆりんしたり、そういう絵も見れるのかなと。サービスカットも多めなんじゃないかと期待して見ていきたいと思うんですけども。まぁ、あ、列島シリーズのみゆきちゃんバージョンっていうことだけども、まあ、基本的にお話が非常に難しいところがあって、専門用語飛び交うじゃないですか。まあ、そこら辺が僕がね、どれくらいついていけるかっていうところもあるんですけども、なるべく頑張ってね、一生懸命ついていって、楽しいリアクションしていきたいなと思っております。えー、というわけで早速見ていきましょう。はい、皆さんも録画したもの、もしくはビデオンでモンドを使って一緒の楽しみ だてください簡単なご案内しちゃいました本編スタートですよろしく頼むぞさあうんえいきなりえ <laughs> なんか起きたけどもあ,あ、火だしこれをなんかみゆきさんが ま、解決というか、なんとかする、そういうかっこいいシーンから始まるみたいな、そういう感じかなんなんだこの子供たち。お兄ちゃん。兄弟なんだね。おう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 。ああ出てきたーあーもう絶対そうだよね。救う感じだよね、みんな。ああ、でまたこの兄弟だからってとこもあるんじゃないみきちゃん。ねえ。気にかけた感じ。違う いや、顔が映らない。来た来た来た <laughs> そう。そうだよね。お兄さんに対してね。いや、だからお、お姉ちゃんは頑張るんですよ、ここはきっと。あー、行きますね。うん。いやー、みゆきさん視点いいな 絶対面白いだろう。この展開。一生大事にします。えいきなり何このタイトルえ何してんのこれ。あああれかお兄さんにあれかなやってもらってんのかなんだっけなんてんだっけあれ。わかんないけど。また横でこうやってんじゃないパソコンね。いやだからやっぱみゆきさしてん視点になってこういうシーン多いんじゃないかな。ありがたいけど。 ああ cad, cad ね。<laughs> いやいや、すごい格好。で、作画がいいから、なおさらありがてえ。ありがてえって。<laughs> んああ、時間軸はあれなのか。入学前からなんだ。うん、そういう感じですか。 じゃあまだ雫とかと出会うのはこれからなんだろうね。<laughs> いや、ちょっとあられもない前隠さなくていいのもうお兄様が欲しいよね、むしろね。達也くんが。言えない、言えない。うん。またあげられるものでもないんだよね、兄弟で。複雑。 あ、言うああ、そっちデートね。あ、それでさっきのかいやけどお兄様いなかったよね。お兄様っていや。やけどここじゃないさっきのここ違う服装といい。いや、ちょっとお兄様も若いね。また顔のあれが違うよね。 ああ、腕組みたいのおいやーけどいけないだろうな。だよね。この感じがかわいいんだよね、みゆきは。<laughs> さらっと、さらっと今の願望を叶えちゃう感じ。 うん兄弟って言いながらのこの絵のギャップよ <laughs>。キラキラキラって <laughs>。いやーけどこれからね、二人とも大活躍するんだよね。え水着なぜ水着 水着の試着ってすごいよね。これ、よく考えたら。いいのいやいや、すごい。えー、一話目からもうマジサービス全開じゃん。どんないや、ポーズ最高でしょ。もう。最高。これでお兄様がこんなんしたら、あれだよね <laughs>。周りの目が。 いや、頑張ったのにね、みゆきちゃん今。いやいやいや、ナイスファイトですよ、ナイスガッツですよ。でもこれからもガンガン行こう、ね。ああできる男だね、先に予約して。 完璧だね。完璧超人だね。お箸デザートお箸 <laughs> 新しい。え、なんかみんな見てない今の。違ういやー。 いや、やっぱみんな見てる。<laughs> 目立ってんだろうね。いや、凄す,すぎる。あの二人がいるだけでお客さん入ってきちゃうってやばくねもう。もうこれからずっとこの二人に桜でいてもらおう。ただでね。あ、気づいた。例のものどういうことああ、わかってるね、店長。 ラブ恋人パフェちょっと待ってくれ。いや、これはあれだな。どうするんだろうね。二人で食べろってこといや、いや、困っちゃうね。みゆきさん。可 <laughs> 愛かわいい表情が。もう声遠い。うん。遮った。食べます うそうだね。食べよう。食べとこう。ここは乗っとこう。お店側の。まあ、けど分かってんだろうな。ここら辺お兄さんならきっと。達也なら。え、やってくれんの <laughs> えー、このアニメって、ちょっと待って。そんな難しいお話ない感じか。もしかして。結構意外と日常系アニメなの平和な、ゆきの。 <laughs> ちょっと、そんな中食べれないよ、俺なら。ああ。いや、すごいね。ビジュアルって大事だね。はあ、かっこよくなりたい。おおなんだろう、う何あげるつもりなんだろうね、お兄さん。いや、だから欲しいものは、お兄様なんですよ。 なんだろうんあ、さっきのあれかないや、こう思わせといだって違うじゃんそれはおかしいじゃんみゆきねえ、今までのあれ流れを組んでれば。<laughs> いやいや、そうだよね。事件かと思ったけど違ったわ、それも。ああ、プレゼント、なんだろういや、いいんだよ。可愛かったから。あ ああ、これさあ、れじゃね今もしてるよねそういえば。で、またここでも、ねえ、もうインフルエンサーになれ、二人とも。インスタグラムを始めろ。うん。えー それは男も惚れちゃうよな、そんな一言。いや最高な兄弟だな、本当に。いや、かっこよすぎだろ、二人とも。<laughs> けど多分ここからあれが大きいんだよね。けどその時お兄さんはいなかったから、呼び出しでも食らうのかなまた得意として。まあ、法規科学的なんかい。あ、そういうことうん。 あなんか怪しい空気になってきただろやっぱ日常アニメではないよね最初のあれといいでなんかこの二人とかのみんなのさ日常系アニメも見たいね「天狼日記」みたいな達也かなんか仕事の依頼でもいや違う誰 なんだなんだ。魔法師を恨みを持ってるやつか、また。そういう感じじゃないいや、不穏になってきたね。だから、これでいなくなっちゃうんだね。達也は。そうだな誕生日で、しかも、このビルがさ、燃えちゃうっていう、このタイミングで。 いやー、ほんと、すぐ戻ってね。いやー、かわいい。いやー、もう、声もいいしで。で、そこでずっと待ってるのみゆきは。けなげすぎる。 あのおばさまも本編の方でそろそろ結構がっつり出てきそうだね。ああ前回から出てきてる人だわ。本編の方でも結構。あのね、でっかいタワーかなんかがさ、倒されそうになった事件あったじゃん。本編の方で。後始末。 生体ほら難しくなってきたよ話が急に <laughs> あーデータ化しないんだね逆にああさっきのやつかあっあれ 15? え じゃあ15歳じゃないねさっきの45歳かもういつ頃からこんな生活してんの達也は。 もうそこまでの情報がさ、全部分かってない。別に達也じゃなくてもいいだろうに。あー、で、みゆきが心配で。G コードえ ?G? え、<laughs> G じゃないよね。なんだあー、で、最初のあれだね。あー、で、こいつがやったんだね。 え、これと戦うことになるってことかなみゆきが。一人で。うん。ああ。うん。魔法。あ、さっきの兄弟。 いや、この兄弟も可愛いな。いや、やっぱり優秀。いや、ミヒュッキーも半端ねえわ。いやー、行っちゃってますね。ああ、もういるじゃん。すぐそばに。 さあ、何するのかなあー、使っちゃう感じですね。もうこんなね、炎なんてぼやみたいなもんだよね、みゆきさんからしたら。はいはい、サイオンね、あったあった。懐かしい。 いや <laughs> すごい、すごい、こんなだった。事象を書き換える。うわー、圧倒的。<laughs> <laughs> もう、この二人のコンビに目つけられたら終わりだよね。 あ、ここであれかな逆に、お兄様来てくれるかないや、やるか、一人でやるか、この流れは。あ、やばいこれはまずい。いや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 、ちょっと待ってよ、これはもうやっぱお兄さんかなこの流れは。うんうん。いや、どうかなえ来てないぞ。 なんかしたんだ、みゆきさんが。あ、えけなんか今、いや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 、燃えたのはバックお誕生日プレゼント違うよねいや。こんな時にこんな落ち着いて、無敵。 燃えたのはバッグがあるとこ見ると誕生日プレゼントの方か袋いやめっちゃ怒ってるよあやっぱりそこだそれで切れてるんだあー拳銃 ああ、だからどうにもないんだよね。そういうことね。もう戦う前から負けてますやん。怖い、怖い。ああ、ちょっと遅かったね。終わっちゃったよ、全部。えああ。 そういうことか。みゆきさんのことを守るためにってことなのかな逆に。この優秀なさ、あれを見せないように。いや、てかプレゼント。うん。なるほどね。 えああ、そういうこと。もう絶対さ、みゆきが欲しい言葉をさ、ちゃんとさ、投げかけてくれるよね。達也って。いや、かわいい。今のありがとうの言い方。ああ。 そうね。それ。んえなんでああちょっと待ってくれよ。いやいやどういうこと壁に耳ありって。ああ、えそんなことしちゃったのまたつ。もう一回復元したみたいなことでね、きっと。お兄様の力で。完璧だろマジで。 いやーこのあー出てきたまた四つ葉のあさっきの,のまた裏に誰かいるとブラッシュ <laughs> も,うつつもう丸分かりだね筒抜けっていうか。うん あ,あそういうふうになるって読んでたもんねいや達也の思惑通りだご忠告 いや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 、この四つ葉家の家族構成がいまいち俺分かってないな。お姉さんの子供だったんだっけあの人かと思った。ああしてるしてる。ああもうこの格好。ああみんな出てくるんだね。いやー嬉しい。あ、しかも、そうか。卒業したメンツがまた見れるんだ。いや、ちょっと待って。 嬉しいもう、この制服でみんな見れないかと思ってたのに。またそれで始まるんだね。あのせんここで、またここで入っていくことによって、あの剣道部の奴らとの問題とかが、まさにこれから始まるっていう時系列なんだ。まだ知らないんだよね。達也のことを。 みんな好きになっちゃうのに。これから、達也のこと。うんそんな時代が来たらいいのに。あや<ー>、<laughs> 来た <laughs> いや、<laughs> ちょっと待って。いやー、みんないる。ああ、いや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 、これから出会ってくんだね。 今んとこ、あれなんだけどさ、繋がってないんだけど、いやドスーンって十文字がいる。いやー。いやなんか、プロローグ的な感じだね。魔法科高校の劣等生のなんか、前日短というか。あはいはいはい。 始まりました。<laughs> だからこっからはいよいよ、僕たちが知ってる物語の中の時系列が起き始めるんだけども、それをみゆきさんの視点で今まで見てこなかった場所から描くみたいな感じなのかもね。あー、そういうことか。やっと理解したよ。流れを。あー、あったね。え誰あー、 あの二人が雫と戦うのあったよね。CAD 使ってさ。いや、知らないな、この赤い制服の子たち。なんからやっぱ女の子のキャラクターが結構知らない子が増えそうだね、今回はね。いやー、これなー。もうあの、達也に調整してもらったおかげで無双するやつみんながありましたね。 だからやっぱもう間違いない。だからもうこの裏側、今までのね、女の子視点が描かれるんだね。より色濃く。えこんな人いたっけこの戦いはあったよね。初めてあの、飛べるみたいなやつをさ、披露した時、達也が作った。で、みんなが使い始めるんだけども、結局みゆきだけが最後まで飛べるみたいな、そんなやつだったよね。やっぱここら辺がメインなんだね。みゆきくが。 いやー、いいねあの次回ご一緒してもいいですか雪しずくほのかね今ちょっとほのかちゃん言わせちゃったけども。ここら辺がメインで今回展開されるお話ってことですね。はい、わかりました。えー、来週以降もね、また引き続き楽しく見ていきたいと思いますので、えー、どうぞよろしくお願いします。以上とご無沙汰しました。バイバイ。